あ、師匠、紙ありがとうございます。封筒に。先行です。師匠先生、あった？師匠先生、今度あった？え？今度あった？バーベキュー、今度あった？あ、あった。あった？てか、今、師匠から借りた。あ、あった。しばらく、誰か、もう一個持ってる。はい。車の中にあるんですよ。試合ボール2球いただきますか。すいません。試合球。すいません。あ、ありがとうございます。2球。はい、すいません。すいません。よろしくお願いします。これですか。チームあるんだよ。間違えねえだろ、さすがに。集合！はい、集合ね。師匠、何に接待してる。自分が汚れたら。すごいね。またその汚いやつでやるところが。意外に走りますね。やめた？やめて。もう最近ほら、いつもの。運動する前のヘルシアの前で脂肪めっちゃ師匠我々出るの？あれ出るの？これもありで打順いいよね、打順ね。菊さん4番ね。皆さん打順大丈夫ですか？打順ね。川君5番ね。よく見てるんだよ。師匠、打順分かるじゃん。1番が、1番月野君ね、はい。2番が小川さんだっけ、うん、で3番が小川さんだっけ、そう、うん、で4番が鈴木さんね。はい、で5番が川君かな、はい、で6番だよ。全部お前の返事してる。まあいいよ。6番。シュウちゃん、シュウちゃん。6番伊藤さん。6番伊藤さん。あの、はい、これ見て、シュウちゃん。ザバッチだ。あ、いえ、これ私は。カオちゃんさ、はい、そのうち国家選手やってもらうから。ありがとうございます。それが夢だったんです。あの、すごいっすね、国家選手もやってるんですか。プロのオペラ歌手なんで、あの、そう、だからこの国家選手とかすごいじゃん。あの、小川先生だんだん本格的でしたね。そうそう、国家選手のマウンドで嬉しいかも。じゃあ誰が出球式？出球式はだから誰が出るかって言われて。頑張れ、頑張れ。相手のチームが恐縮しちゃうんですよ。はい、これ誰？俺今日走ってる最中のファイヤーからさ、あれ借りる。どこで？
じゃあほら20キロ走んないと20キロ走んないと買えないと、またそこまで行ってすごいですから、はい、どっち上げた、人が飛んでる、みんなでごめんなさい、あれさっきどうしたの、車で途中まで来て、飲み物ね、外に自販機あるから。掲示板だけ使っちゃう、ナイスです、使っちゃうよ、だって払っちゃう、この辺ダイソーがいっぱいいる、誰か師匠、ベンチもベンチベンチやねえ、ダイソーって長距離のダイ、長距離じゃないから、タックルじゃない、ないよ、何も持ってきてない、全部一言多いし、どうですか、今日休み、今日は休み、さあ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 、そもそも相手チームいい感じ、相手チーム分かんない、名前も何も、そうでしょ、電光掲示板、あっち出てる、そういうことか、向こうの全然いなくて、一歩一歩一歩、ああ、ほら、仕事でよく話すからさ、いや、もう、どうなんそっちだったら、あお前お前俺らの運営してる人誰もいないそれでほら、センター